こんにちは、ここはスペイン・バルセロナにある、サグラダ・ファミリア聖堂です。アントニ・ガウディが建築したものです。まだ完成されていません。1882年に作られて、まだ完成していない建物です。今回もいつも通り成田を出発するときローソンでおにぎりを買ってきました。飛行機の中で食べようと思ったんですが、食べないまま来てしまったんで、せっかくなんでサグラダ・ファミリア聖堂をバックにいただきたいと思います。今回は梅おにぎりです。このようにサグラダ・ファミリアはまだ完成していなく、今でも工事中です。じゃあおにぎりいただきます。おいしい。梅の香りがふわっとしてものすごいおいしいです。これがサグラダ・ファミリア聖堂です。いただきます。うまっ。梅がふわっとしてる。ご飯もふわっとしていて、梅の香りがすごい広がります。美味しいです。じゃあ食べ続けたいと思います。紀州梅おにぎり美味しいです。ローソンのおにぎり食べてます。美味しかったです。どうもごちそうさまでした。じゃあこれからが、サグラダファミリアの中入りに行きたいと思います。バンコクにカンボジアのアンコールワットに来ています。タイ、バンコクのシードム通りに来ています。はい、こんにちは。シンガポールの4月13日から15日まで、今日に